皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンド東京でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつものうちです。はい、内山です。よろしくお願いしま す。今回紹介する車がこちら、はいはい、ランボルギーニウルスでございます。はい、はい、でこれちょっとはい、オーナー様について紹介してもいいんですよね。もちろんです、もちろんです、はい、こちらオーナー様、まずですね、先日記憶に新しいと思うんですけど、緑色の RS5 のオーナーですね。でアベンタドールとウルスを買って、普段乗る車がなくなって RS5 買ったっていう方のウルスです。はいはい、でさらにそれを乗り換えじゃなくて増車なんですよね。増車です。はい、なんでラインナップがアベンタドールと RS5 と、はい、ウルスです。ウルス、こちらのウルス、はい、しかも全部ご紹介させていただいてるんですよね。はい、そうですね。はい、とてつもないオーナー様ということで、はい、で今回も例にもれなくカスタマイズしているということ で、はいはい、ちょっと順番に見ていきたいと思います。はい、でまず基本的には今回、はい、タイヤホイール、そうですね、がメインで、はい、なってるみたいなんですけど、はい、こんなにカーボンパーツがもう満載ですね、この車を。ふんだんについてる純正オプションのカーボンパーツなんで、アフターパーツは基本的にはそのボディの部分は使ってないですね。これちょっと、これだけついてるのって僕ちょっと初めて見たかもしれないです。はい、ここもそうだし、この下もそうだし、はい、全部前回りはそうですね、その下の部分までしっかりカーボンが入ってます。そしてうちさっき教えてくれたけど、はい、なんかカーボンエクステリアのこのパッケージが入ってるとちょっと形も、はい、デザインが若干違います。違ってるっていう、下のアンダースポイラーの部分が違いますね。ここのちょうどカーボンの部分の形がちょっと若干違う、はい、大きく違うのはなんかこの辺の真ん中のフィンが2本なのか3本なのか、カーボンパッケージみたいなのが入ってる車は2本になってます。なるほど。通常のは3本です。なんでその辺の違いもあるんで、そうですね、まあ、アフターのエアロパーツのつけるときにはこのカーボンのオプションがついてると、アフターのパーツのスポイラーがつけられないです。あ、設定があるやつはまだないんだ。ないです。なるほど。なんでちょっとその辺の違いもあるんで、はい、今回はまあ純正ですけど、これだけなんかもうカーボンになってたら、はい、もうこれでいいかなってなりますよね。はい、もう値段もちょっとえぐい多分値段だと思います。だと思います。もう贅沢にも全部カーボンになってる。はい、あと今回の車はプロテクションが、はい、しっかり貼っております。施工してあるってことで、はい、これ一応全部ですかね。前回りとドアミラーは貼ってあります。はい、ボンネットも貼ってあるんです。貼ってあります。なるほど。でこれヘッドライトを貼ってあるの。ヘッドライトも貼ってます。貼ってありますね。はい、いわゆるフロントフル、うんうん、まあ、フェンダーから前はそのパッケージになっているので全部貼ってあります。なるほど。でこれすごいのがここも貼ってあるし、はい、ここも貼ってあるし、これちょっと動画だとほとんど分かんないですけど全部。でも今回このグロスブラックのところは今回塗ってるんですよ。あ、ここ塗ってるの。塗ってます。はい、このオーナーも樹脂が嫌いだと。あ、はい、なるほど。うちこれなんか気にならないっつって、気になりますって塗っときます、はい、塗っときますって。あっちもこっちもっていうので。なるほど。はい、なんでこの辺が全部グロスブラックになってあって、全部ここフィルムが、はい、しっかり貼ってあります。細かいところもだからね、全部すごいですよね。ここもだし、あ、はい、ここも塗ったの、もしかして。あそこも塗りました。はい、このちょっと模様が入ってるところも全部塗ってあるみたいな。はい、でこっちはここまで貼ってあって、さすがにちょっとここまで、まあ、そこの面はちょっとやっぱり細すぎて、やっぱりプロテクションフィルムの厚みがかなりあるので、こう浮いてきちゃうというか。なるほど。はい、まあ、ちょっと耐久性だったりも考えて、そうですね、ここだけは唯一貼ってないんですけど、ここ貼ってありますから、はい、ここもここもここも全部貼ってあるといういやでもちょっと最初のもちろん初期費用はかかりますけど、はい、まあ、塗装を守る意味でも、そうですね、カーボンパーツを守る意味でも、はい、まあ、貼っとくといいんじゃないかな、はい、安心感が違います。だと特に今のプロテクションフィルムって、はい、透明度が高いんで貼ってあるか分かんないですよね。分かんない、はい、で特にあの東京店ってこうすごく細かく、はい、まあ、物によってはすごく大雑把に貼るケースなんかもあるじゃないですか。ありますね。それがもうキワキワまで貼ってあるんでまあほぼ分からない、はい、僕らもだからこうよく見てこう確認しないと角触らないと、僕らも見ないと分かんないですもん。なんでそのぐらい綺麗に貼った、はい、まあ、これいろんな車にも応用できると思う。もちろんそうでね。ぜひうちにお問い合わせください、はい、お願いします。そして足元、はい、こちらですね。これいいですか。はい、見たことないですあの1221の新作です。あ、これ新作なんだ。通り、はい、で見たことないわけです。でこれ構成的には2ピースに、2ピースですね。 AP2X の、2222っていうデザインでした。なるほど。はい、
内外の2ピースで、そうですね、これあのネットとか、まあ、SNS とかでもまだ見たことないんですけど、ホームページでまだアップされてないですからね。あ、そうなんだ、はい、もしかしたら世界初、世界初じゃないですか。なるほど。でもこんなのを出すよっていうので、まあ、結構前にその CG の画像みたいなのもらってたんで、だからもうちょっとなんかね、ホームページもっと反映してくれても、してくれたらもっとこう人気が出ると思います、このデザインは。あのいろいろすごいもうほぼ露出してないホイールを、はい、よしじゃあこれでいこうよっていうオーナーさんもすごい。いやいや、もう今回だからテーマがあったんですよ。あ、そうなん。やっぱりこのホイールのデザインはスポークが全部こう先端が Y になってるんです、うん、ああなるほどね、はい、でね、ウルスって、まあ、フロントバンパーもそうですけど Y が多いんですよ、うんうんうん、こう YYYY、うんうん、いやもうこれしかないです。あ、はい、確かにちょっとランボルギーニに通じる、ね、デザインかもしれない。でよく見るとこの先端はクロスしてるんですね。はい、クロスしててちょっとそこもこう削り込みがあったりとかして、はい、削り込まれてたりとか、はいはい、でピアスボルトはこれグロスブラックです。チタンです。あ、チタンで、はい、グロスブラックにしてます。グロスブラックになってて、この1個本来だったらもっと細かい、まあ、でも多分あの AP2X シリーズってこうスポークの根元がこう削られているので、多分確か選べないですね、あのテレビ電気はのこのシリーズは。なるほどな、はい、なんで、まあ、通常より割と間隔の空いたピアスボルトなん で、ね、割とすっきり見える。そして削りはもう相変わらずどうなってんですかっていう、はい、これね、うん、24でこのコンケーブでこのスポークの細さ、はい、これもちょっとえぐいです。だから多分このボンドの車内でも知らない人の方が多いと思います。これね、多分みんな何って言ってる、はい、社内でみんな何って言ってるで、色も今回また絶妙なカラーを、はい、ブラッシュドガンメタですね。ちょっとやっぱりカーボンパーツが多い車だったので、まあちょっとそこでまとまりが出るように統一してガンメタにして、うん、なるほど、はい、まあ、ボディが白かったりするのもあるんですね、まあ、あえて黒とかシルバーにしちゃうんじゃなくて、まあ、ガンメタルの方がこうまとまるのかなと思いました。中間色ダンス、はい、あとはもううち流といえばインナーもどうしようか、もちろんです、もちろんです、はいはい、仕上げたりと。で多分お客さんもそこ選択する余地があるのか知らないと思います、はいはい、うちはもうおすすめの。そうです、はい、そしてウェイトなんかはしっかり黒いものが装着されてるんで、はい、まあ、極力目立たないような感じになっております。でこれ実はキャリパーも塗ってて。あ、これキャリパーもしてんの。はい、塗ってます。あ、そうなんだ。この色もそのアベンタドールの時に、まあ、初めてプラッティングシルバーの薄めでちょっとガンメタっぽくしたんですね、その時に。それと同じ感じで、同じランボルギーニなんでアベンタとウルスで同じキャリパーの色で、へー、はい、統一を持たせてみました。なるほど、こんな感じになって。これプラッティングシルバー塗るのめっちゃ大変なんだよね。ですね、スリーコート、うん、ベースになんか黒を塗って、なんかそれが透けるようにシルバーを塗ってみたいな。そう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 。で色味もこんな感じで、でランボルギーニのロゴも完全再現されてるんで、はい、ほぼ分からない。分かんないと思いますね。だからたまたまよくこの組み合わせあったなと思ったの。そしたらそうじゃなくて売ってるというもう、はい、こんな感じになってます。そしてタイヤはいつものベルデステイン、ね、24インチフロント295、はい、フロント29530の24、はい、そして車高も今回ベタベタです、まあ、今これはあのコルサの状態なんで、はい、まあ、通常 の、 普通のストラダーレストラーダの状態よりは下がってる状態ですね、まあ、一応一番下がってる状態、はい、だまあ走行中はもうちょっと上がる感じですよね。あのストラダにすれば上がります、はい、スポーツモードとかにするとこの車高になります。あ、なるほど、はい、こんな感じになっております。いやこれちょっとねえぐいねかっこいいですよね。かっこいい。なんかこうウルスのちょっとこうゴツゴツのデザインにちゃんと合ってるというか、はい、合ってる。でフロントもしっかりコンケーブしてる、うん、こんな足元。そしてこのフェンダーも、はい、すごいですね。フェンダーもカーボンになってる。もうここまでいくとさりげなくって言ってもいいぐらい全部カーボン、はい、でここまで全部貼ったんだよね。貼ってあります。プロジェクションが。あ、当然このカーボンのフェンダーにも貼ってある。でここは塗りました。あ、ここもやっぱり塗りました。もちろんここもしっかり黒く、はい、これもともと何色。もともと中がなんかシルバーみたいな。中が樹脂みたいな。はい、網の部分が。なるほど、しっかりこの辺で、はい、他の色をだから消していく感じで。そうですね、はい、こんな感じになって、はい、であとは横、これちょっと、純正でこれはもうずるい、ずるいずるいし、はい、これちょっとあんまり見た記憶がない。ほとんどないですよね。ないです。だいたいここがあの
シルバー、シルバーですね。そうそうそう、ガンメタみたいな色で、はい、ここを結構ボディ同色しました、黒くしましたっていうパターンはあるけど、はい、これカーボンになるとこれ一体なの、ね、一体です、一体です。こことここ多分ウルス乗ってる人だとえって多分思ったと思うけど、ここここ一体で全部カーボンっていう、これね、これを純正でやられちゃうとこうね、確かなかなかちょっと値段調べてないですけど、はい、多分値段もえぐい金額じゃないかなっていう、はい、こんなのがもうついちゃってると、はい、そしてミラーのカバーももう純正です、もうここまで来たら、はい、もちろんもう純正でカーボンになってると、はい、そして後ろ行きましょうか、はい、後ろも当然カーボンのフェンダーになってて、はい、後ろも24インチ、はい、12J か、はい、タイヤの方が355-25-24、はい、2号扁平はあ、そして後ろの方が若干コンケーブついてるんですかね、いやどう変わらないか、うん、同じぐらいそんなに変わらないと思います、にしてももうすごいコンケーブ、うん、はい、これね超映えるね、うん、いやこのデザイン本当によく似合うウルスに、カーボンセラミックのローターももう丸見えだし、うんうん、なんかこうあんまりスポーク細すぎるとあれこれ大丈夫っていう、はい、なんかちょっとこう心もとない感じというか、うん、ちょっと貧弱さも出ちゃうホイール多いじゃないですか、それがこれだけ本数が多いし割とこうカクカクしてるんで、あんまりそう見えない、ね、けどしっかりこうデカさが、はい、で後ろも車高がもう指は入らないです入らないです、はい、でもこれやっぱりいろんな車お持ちなんで、まあ、これだけ遊んでもいいですよね、そう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 、はい、これメインでこれ1台しかないんですっていうと、うん、なかなかやっぱりちょっとこうなかなかじゃあこれでって選べないですよね、ここまでね振り切れない、はい、やっぱりちょっと車高もう少し上げとくとか、うん、3人増してこうかってなるところをやっぱり車たくさんお持ちなんで、はい、まあ、せっかくだからどうせだったら遊んじゃおう、そうですね、かっこいい方がいいだろう、かっこいいです、はい、そして出面ももう完璧です、はい、まあ、毎回恒例ですけど、ウルスはもうお任せください、もううち何台も作ってますんで、うん、そうですね、ウルスはもう得意です、はい、ご用命いただければいろんなあの、はい、デザインしかりカラーしかり、はいはい、フィッティングしかりご案内できると思いますんで、まあ、でも大体でもサイズはこうなると思いますけど、なるほど漏れなく漏れなく、はい、こんな感じになってます、はい、そして後ろに行くと、はい、後ろのここも ねこのディフューザーがもう純正でここまでカーボンってすごいですよね、これあのドア下と同じでここだけガンメタというかシルバーになるのが定番ですけど、はい、これ全部カーボン、ね、でしかもこれすごい立体的なデザイン、そうそうそう、カーボンオンカーボン、オンカーボン、オンカーボン、ここの隙間だこれに被ってるのね、こうグイって、うん、はあ。そしてマフラーの出口がクロームあ、今回塗りました、なるほど、まあ、オイル取り付けに合わせてちょっとやっぱクロームが浮いてたのでこのマフラーエンドと後ろのランボルギーニのエンブレムはグロスブラックでペイントしました、あここと、はい、あとこのガーニッシュの、そうですね、ここも、はいはい、いやちなみにだってこのテールの下のちっちゃいプラスチックとかも全部塗ってますからね、ここ、はい、あと横のダクトと本当だすごっ、はい、こことここもしっかり塗って、そこも塗りました、へえ。でこのウイングも当然カーボンのものが純正がついてて、はい、でさっき触れたこのガーニッシュのエンブレムついてるところ、はい、ここもカーボン、すごい全部カーボンだね、こんなにカーボン純正であるんだなって、外装これちょっと分かんないあのウルスそんなに詳しくないんで分かんないけど、はい、外装多分これ全部じゃないかな、多分全部あのカーボンのオプション入ってるんだと思いますよ、そのぐらいの勢い、そうですね、でなんかどっかの店舗で聞いたけどこれをねなんか交換するんだかエンブレム外すんだかがめちゃめちゃ大変とかって、はい、エンブレム外すのはでも表からあ本当に外せます、こっちかなガーニッシュ交換かなんか、うん、後からやろうとするとねなんかすごく大変みたいなことを聞きました、なんでその辺もしっかりやったら、はい、これめっちゃかっこいい ねこんだけカーボンも入ってて24インチ入ってでやっぱりちょっとここまでウルスで遊べてこう振り切れるってなかなかないなっていうそんな時代になっております、はい、じゃあせっかくなんでちょっと内装も見てみたいと思います、はい、内装もこんなにカーボンすごくない、はい、もうメーターの周りもそうだしそしてシート自体もこの黒と赤のステッチ、はい、まあ、定番というか、まあ、もう鉄板鉄板ですよね、かっこいい組み合わせ、はい、
だ唯一こう外はもういろいろ色を消してるけど、中のこのステッチとヘッドレストのエンブレムだけ赤を使ってる、はい、これちょっとおしゃれ上級者な感じが、うん、そうですね、はい、すごくします。これ中もめっちゃかっこいいね、うん、やっぱりここまでカーボンが入ってるとね、なんかこうやる気になるというか。確かに、はい、もうほぼここカーボンだったらいいなっていうところは大体カーボンになってる。そして僕とウッチーは今気づくというこのドアシルもカーボン。はあ、これオプション金額だけでも、ね、とてつもない金額になりそうな。というわけで今回ウルスをご紹介させていただいたんですけれども、はい、こちらなんと車両の購入も、はい、そうですね、はい、ボンド東京でしていただいたということで、ボンド東京で購入していただきました。はい、まあ、カスタマイズからもちろん、はい、ベース車両のご用意までうちにご相談いただければ、はい、もうぜひお任せください。でさっきちょっと下見の時に、はい、購入時のなんかハプニングがあったんですけど、はい、そうです、お客様を紹介してくださると一緒に来ていただいて、でいろいろ話をしていく中でウルスありますよって話になって、紹介したお客様をさておきウルスを自分で買って帰るという車を買いに来たわけじゃないのにその方が買って帰りました。そんなことあるの？いや、なんか毎回その面白いですよね、その方車を購入に至る経緯が。あ、そうなんだ、はい、他の車もいろんなこう話があったりとか、なんかこう毎回面白いです。確かに確かに、はい、RS5 の時にもちょっとストーリーがありましたからね、はい、というわけで今回はボンド東京でカスタマイズさせていただいたウルスを紹介させていただきました。ウルスのカスタマイズは、はい、ぜひボンド東京内山店長までご相談ください。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。